アンニョンニョセアンニョン、みなみんみど。はい、ということでね、今日も開封動画です。イェーイイェイだね。はい、前回もやったんだけど、前回、まあ、簡単に言うと、今日は、防弾少年団さん、バンタンソンニョンダンソンベイの、アルバムです。この前はね、こちらのバージョンをやったんですけど、今回また新しく、サウンドウェーブ、そして M2U から、ラキドロ。また出たんです。デラックスエディションバージョンのラキドロが出たので、ちょっとね、前回は、前回より2倍 ?2.5 倍ぐらいの値段で、ちょっとね、たくさんはさすがに買えないので、そのラキドロのカード、特典がメンバーの一人一人の1種類と全員のバージョンのトレカが1種類あって合計8枚のね、バージョンがあったので8枚ね、買ってみました。なのでその結果とか、あとは中の開封をね、していこうと思います。それでは、レッツゴーパチッパチッパチッ。はい、ということで、じゃあね、開けていこうと思います。こっちをね、開ける前に、まず、このね、ラキドロの特典から紹介していきます。全部で、8個、みなみは買ったので、8冊かな?買ったので、8枚、ついてきました。じゃあ、いきますね。1枚目。じゃじゃーん!ユンギソンベです。ユンギソンベ。うわぁ。わぁ。そして、2枚目。せーの、じゃじゃーん。ジミンソンベです。ジミンソンベ。そして、3つ目。あ、見えちゃった。せーの、じゃん。細くソンベ。じゃん。次。せーの、じゃじゃん。釣れちゃった。ごめんね。RM ソンベです。じゃん。そして、せーの、せーで、じゃじゃん。グクソンベ。いやー。そして、せーの、じゃじゃん。ジンソンベ。そして、せーの、じゃじゃん。テテソンベ。そして、ラスト、せーの、じゃじゃん。全員です。はい、なんと今回ね、8枚種類あったから、で、ちょっと高いから、8個ね、買ってみた。なんと1種類ずつ全部。今回はね、みなみ、サウンドウェーブの、今紹介してるんだけど、全種類だよ?やばくない?全種類。めちゃくちゃ嬉しいんだけど。はい、そしたらじゃあ、こっちをね、開けていこうと思います。前回みなみ、アルバム開封の時のトレカはね、確か RM ソンベでした。今回は誰でしょう?じゃあ開けていこうと思います。めっちゃさ、このさ、倍ねぐらいの値段するから、前回のと比べると。だからどんな中身なのかすごいね、楽しみ。めちゃくちゃ楽しみ。だってこの厚みやばくない?厚みが。厚みがすごい。じゃあ、開けていきます。ちょっと緊張するね。これどう、あ、え?どういうこと?え?どういうこと?あ、こういうことか。いきまーす。じゃじゃん。はぁ。怖い。じゃあ、どうしたらいい?トレカとかも入ってるはずだから。はい、まず、じゃじゃん。とりあえずね、こっち取ったのと、これからじゃあ一番下のから見ていこうかな。すごくない?この、やばい。触り心地やばいんだけど。何これ?じゃじゃん。めっちゃすご。やばい。CD がメンバーなんだけど。やばい。かわいい。かわいすぎん?やば。あ、そういうこと?これ、取って、ここにね。多分、違うか。みなみの間違いか。これはこれを入れる用か?うん、違うかったみたい。うん、忘れてみんな。はい、こういう感じです。CD がこれに入ってる。めっちゃすごい。お、そして、なんだまだ入ってる。ちょっと待って。すごいんだけど。あ、CD の時のジャケットと一緒の。待って。ポスターだ。ポスター。またね、これね、前回みたいにちょっと破れそうなね。破れやすそうな、生地じゃなくて、なんだっけ、素材です。じゃじゃーん、やばーい。やばいね。やば。スーツ似合いすぎてて。やばすぎる。はい。これがね、ポスターと CD と、あともう一つ入ってた。なるほど。一人一人ね、思いを書いてます。なんかなんだっけ、ペルソナの時にもね、確かピンクの冊子に書いてたやつだね。おー、すごい。こんな感じで、韓国語でね、全部こういう風にね、書いているので、よかったら皆さん買って、ゆっくりね、じっくり見てみてください。うん、すごいな、これ。すごい。ちょっと落としちゃったよ。すごいんだけど、ちょっと、すごくない紹介しきれないぐらいすごいんだけど。これは、こうした方が見やすいかな。じゃじゃーん。こちら。そして、裏には、多分メンバーの文字とか絵。で、歌詞かな歌詞が書いてあります。これもね、ゆっくり見てみてください。うん。ゆっくりね、見てみてください。はい。そしたら、こっち行こうと思います。じゃあ、まずね、冊子。ブックの方から行くね。ブックがね、めっちゃね、すごい。すごい。じゃあ、行きまーす。これ、どれか入ってるパターンとかある？ないか。大丈夫か。じゃあ、パララします。パララーン。あー、かっこいいね。やばいです。これは何？あ、こことここで白と黒で分かれてるんだ。半々で。パララーン。こんな感じです。とりあえず、やばい。後でみんな見てみてください。じっくりと。みなみも後でじっくり見ます。そしたらもう一つ冊子があるから、これ。じゃじゃん。なんだろう。メイキングブック？メイキングブックだね。メイキングブック。あら。やばいね。これもね、皆さん、見てみてください。じゃあ、なんか、こっからね、めちゃくちゃたくさんあるものをね、紹介していきますね。じゃあ、まず、トレカはね、後で。トレカは後で。これ、多分、この CD の、ここにね、入れられるサイズだと思うんだ。一つから。はい。おう、なんだ。2枚目。じゃん。撮影場所のあれかな ?3、4、5、6、7、7枚あります。メンバー一人一人なんかかな。こちら。ポストカードって言えばいいのかな？ポストカードは、あ、やばい、これ逆だね。7枚あります。多分ね、ここに入れられるはずなんだよね。ほら。入れられるはずなの。違うのかな？そうだよね。間違えてる？みんなに。こういう感じ。そうだと思うんだけど、違うのかな？わからないけど、これが7枚です。そして、このトレカかな？トレカちゃん。ね、多分この BE の黒が QR かな？わかんないな。あ、これが QR かな？あ、違うな。ちょっと待って。どれがどれだかわかんないな。これ、あ、これが QR だね。これ QR で、BE、BE。この、どういうことかわからないんですけど、まあ、一つ一ついきますね。せーの、じゃじゃーん。かわいい。これもね、多分ね、一人一人あるやつだね。じゃじゃーん。かわいい。じゃじゃーん。かわいいです。じゃじゃーん。じゃじゃん。これは違うね。うん。じゃじゃん。これもちょっと違いそうだから。で、じゃじゃん。そして、2個。どっちからいくか。こっちからいくか。せーの。じゃじゃん。全員じゃん。全員。あ。あれとは違うかな。ポスターと一緒だった？忘れちゃった。ちょっと違うか。と、一つ。おお、トレカじゃなくてなんだっけこれ。チェキみたいな感じ。めっちゃ盛りだくさんじゃない？やばくないこれ。やばくない？はい、ということでね、今回デラックスエディションに入っていたのは、このね、多分ここに、これだと思うんだよね、入れられるの。映ってないね。ポストカードみたいなの入れられるもの。のケースみたいになった CD と、こちらのポスター。そして、このメッセージが書いてあったり、歌詞が書いてあるもの。そして、このね、7枚のポストカード。そして、トレカ。1、2、3、4、5、6、7枚のトレカと、今回一人一人じゃないんだ。と、この全員のと、このチェキみたいなものと、この QR です。QR のものと、このね、メイキングブック。そして、この普通のね、ブック。というね、中身でした。で、今回みなみは、サウンドウェーブのね、ラキドロ。これすごい破れちゃってるんだよね。もともと。韓国あるあるなんだけど。今回はね、この、ラキドロをね、目的にみなみは買ったので、全員ね、コンプできてすっごい嬉しいです。すっごく嬉しかったです。はい、ということでね、こちらのね、デラックスエディションの方もね、購入できる URL 下に貼っておくのでよかったら皆さんチェックしてみてください。ということで今日も最後まで見ていただきありがとうございました。以上、みなみでした。バイバーイ。アンニョン。終わり。ぴょん。